放送のドラマアワーハウスの加藤清史郎さん、芦田愛菜さん、寺田心くん、松田セリカちゃんという天才子役の皆さんにも今日は神宮球場にお越しいただいています。芦田さん、はい、バックネット裏からの景色、臨場感はいかがでしょうか。はい、すごい大迫力で応援してます。先ほどの大チャンスでの声援はすごかったんじゃないですか。はい、みんな傘持って、はい、傘の波が揺れましたよね。はい、はい、私も応援してました。今日は始球式にも挑戦していただきましたので、後ほどまたお話伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。最高。私の夢、日本やっと来た。 Get up! I'm staying here. 結婚。 Congratulations. Congratulations. 誰かする。私が始末したい。アバーハウス、4月17日日曜夜9時スタート。さあ、そして今夜は日曜日夜9時スタートのドラマアワーハウスのゲストの皆さんをお迎えしています。まずは阪神ファンを公言している加藤清史郎さん、はい、ヤクルト対巨人の神宮決戦ですが、ここまでどういう風に見てますか。はい、いや、僕野球大好きなんですけど、今シーズン初めての野球ですっごいテンション上がってます。ホームラン坂本選手飛び出しましたけれども、はい、見ましたか。あ、もうあれは当たった瞬間分かったっていうやつだなと思いました。はい、ちなみに加藤さんは好きな選手は誰ですか。はい、好きな選手は鳥谷選手です。あ、阪神ファンですよね。はい、そうなんです。はい、今日の神宮決戦も楽しんで帰ってください。はい、ありがとうございます。そして寺田心くん、はい、ここまで見ていて誰か好きな選手見つけましたか。ジャイアントくんっていうキャラクターです。あー、はい、ジャビットですよね。今右の目の前にいるんじゃないですか。いました。つば九郎とジャビットいましたね。あ、いた。すぐそこにいましたか。可愛かったですか。可愛いです。はい、そして松田セリカちゃん、神宮球場ですけれども野球見ていて好きになりましたか。はい。球場はどうでしょう、楽しいですか。楽しい。はい、今日はとにかく楽しんで帰っていただければというふうに思います。さあ、そんな素敵な子役の皆さんが出演するのはこんなドラマです。最高。私の夢、日本やっと来た。 Get up! I'm staying here. 結婚。 Congratulations. Congratulations. 誰かする。私が始末したい。アバーハウス、4月17日日曜夜9時スタート。さあ、それでは芦田さん、いよいよこの週末から始まりますけれども、はい、ドラマの見どころを一言お願いいたします。はい、私の役は毒舌でまくし立てる鬼軍曹桜子なんですけど、はい、お父さんが突然連れてくるアメリカ人女性役のシャーロットさんを追い出そうと仕掛けるさまざまなバトルは必見です。アワーハウス、4月17日日曜夜9時スタートです。見てください。はい、楽しみにしています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ホームコメディアワーハウスはいよいよ日曜日から始まります。さあ、そして今日のゲームハイライトで振り返りたいと思います。先ほどお話をいただいた芦田愛菜さんの今日はスターティングメンバー紹介から神宮球場始まりました。そして芦田さんの始球式でした。笑顔での始球式で今日のゲームは幕を開けます。今日は芦田愛菜さんによるスターティングメンバーの紹介でゲームは始まりました。子役の皆さんが見つめる中での芦田さんの始球式でした。ゲームは3回です。